モットーは一戦必勝、長崎女子バスケットボール部です。今年の県高総体、チームはエースの大村沙和選手を中心に10年ぶりのインターハイ出場を決め、名門復活を印象付けました。寮で食事をする時間は普通の女子高校生に戻れる束の間のひとときです。どうしてこの高校を選んだんですか？自分は中華がいたからです。え、なんでやろ。そうたちが行くけんってさ、みんなあれじゃなくバンバンとかさ、なんか集まるけんね、みんな集まるってなって。長崎女子のパワースポットは歴史や伝統が詰まった体育館です。峰監督はかつて革命女子時代に2度インターハイ優勝に導いた名将山崎澄夫元監督のアシスタントコーチ。僕も一生懸命応援して、一緒にコートの中を走って、そうしないと選手はついてこないんですよ。僕ももう一度ここで日本一を僕もここでやりたいなと思ってます。またキャプテンの城選手は中学時代山崎元監督に教えを受けた一人です。山崎先生の前の学校っていうのもあるし、あとはやっぱ革命は昔すごく強くて、自分が今度は革命に行って、まあ、古豪復活させたいなっていうのは自分の中であったので。チームの課題はメンタルの強化と明確。名門復活の鍵は挑戦者として挑む全員バスケです。周りの人とかも、あ、革命が戻ってきたっていうふうに思ってると思うので、やっぱそこで自分たちが恥のないプレーというか、そこでまた新しい革命を見てもらったらいいなと思います。